おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、不安の正体ということでお話ししていこうかと思います。ちなみに私のこの部屋でこうやってライブ放送するのももうね、5、6年になると思います。まあ、5年前ですかね、ここに住まいを得てですね、こういった形で放送を始めて毎日になるわけですけども、背景が随分変わりましたよね。最初は床の間も何もなかったですし、後ろにはストーブの上に夜間が置いてあるだけっていうことを思い出してくださってる方もいるんじゃないかなと思います。あれから毎日毎日放送を続けて、もうね、6年目ですよね。2017年からだったと思いますんで、もうなんかこう、振り返ると、行く日なかということでございます。で、不安の正体なんですけども、今日はね、私のね、メインチャンネルが、もう10年運営してきて、今制限を受けてこうやってサブチャンネルで放送してるんですけども、あ、相川さんどうもおはようございます。よろしくお願いします。いや、嬉しいですよ。こうやって来てくださると。でね、不安の正体なんですけども、私のチャンネルは10年運営してきたんですよ。で、その中に2万本の動画が入ってます。で、まあ収益的にはね、やっぱりこう、2億円ぐらいはそうで稼いでくれたんですけども、あ、どうも、清美さんもおはようございます。稼いでくれたんですけどもね。ただやっぱり、そこに埋め込んだ動画とか、それから思い出っていうんですかね。私の記憶と同じぐらい、その YouTube の中には、私の記録がありますんでね。こうやったライブ放送の背景も、まあ、時として人を変え、テーマを変えて、こうやってやってきたわけなんですけどね。まあ、このチャンネルが失われる危機を迎えると、なんかこうね、感慨深いものがありますね。なんか長年付き合っていた人と別れたりとかね。なんかその身内を失ったりとかね。なんかね、離婚するみたいな感じなのかなと思っちゃいますね。まあただ、単なる稼ぎのツール、集客のツールとしての YouTube ではなくて、あ、コウジさんもおはようございます。皆さんとの出会いを作ってくれたその場所、YouTube が、こうやってね、存亡の危機といいますか。今度はね、いきなりチャンネル、アカウントが閉じられますんでね。で、今回のね、警告は本当にね、わけわかんないですよね。1回目の警告ってのは感染症を扱った動画だったんで、これはまあ人の判断によってはしょうがないかなと思うんですけど、2回目はね、隠し子がいましたっていうテーマで、でネタとしてはね、なんですか、学校に通えない子供たちのために寄付をしていますみたいな動画だったんですよ。だからどっちかっていうといい話だったんですけどね、それがなんか制限を食らってしまいましてね。あ、ノクさんもおはようございます。はい、そうなんですよ。トラさんが原因ではなかったんですよね。あ、でもそれでも来ましたね、確かね。トランプさんの動画、ツイッターの、なんかね、発言が削除されたよっていうテーマをお話ししてたのも警告を受けましたけども、今記録を見てみますとね、そうではなくて感染症を扱ったものだったということだったんですね。まあ、という形で、警告を受けたんですけども、さあそろそろ今日のテーマ、不安っていうのはね、どっから来るのかなってことなんですよ。一つには過去の経験から、以前こんな経験をしちゃったから、今回もそうなるかもしれないっていうふうなね、まあ、そんな過去から来る不安が現在に、影響をもたらしてるっていう例があるかもしれません。おー、末田さんどうもおはようございます。しげみさんどうもありがとうございます。清美さん、2万本の動画の中には大きな思い入れがあるし、人生の歴史だから本当にショック。何がそこまでさせるのか。非常にね、喪失感はあるんだろうなと思いますけども、でもね、私ね、やっぱり店舗をいくつもやってきたりとか、会社をいくつも経営してきて、そこで集まったお客さんとか、根付いた地域とかね、取引先、業者さん、お客様、従業員、いろんな人と別れてきました、そのたんびに。今まで20店舗ぐらい閉めてきましたし、20ぐらいの会社をね、解散してきたんですよ。で、そう考えると、YouTube っていうのは一つのね、私にとっては事業であり、お店であり、会社だなと思った時に、やっぱ何人かの人とはね、つながりは続くんでしょうけども、そこでいろんなことをやってきた記録がなくなっちゃうのはね、なんか似たような部分があるかなと思います。会社をやっても店をやってもね、いろんなマニュアルとか顧客リストとか、それからね、日誌とかあるわけですよ。あれが全部廃棄になるわけなんですよね。まあ実際には私のこの書庫にあるんですけども、でももう見返すことはないですよね。でもなんかね、そこに記録があるんだよっていうものが一つの拠り所になっていたわけですけども、YouTube に関しては、まあ最近のはまだしもね、本当に10年前の YouTube の元動画なんていうのは、
保存してないんで、ハードディスクも高かったですから。まあ、ですんで、復旧不能ということになるんですよね。まあ、大和くん関連の動画はね、結構残ってるんで、まあ、それは再アップもできるし、なんだったらね、ハードディスクを残すこともできるかなというところでございますけどね。まあ、でもね、本当にね、せっかく始めた YouTube チャンネルが、再生数とか登録者が伸びないのも悩みだと思いますけども、伸びきった時にそのアカウントを維持するところの不安っていうのもあるんですよ。例えばチャンネル登録10万人とか30万人の YouTuber さんもアカウント停止になったりとか削除になったりもしてるんですよね。まあそうなると本当になんか自分の人生のほとんどとか収入源も当然失いますし、ものすごくダメージは大きいんじゃろうなと思います。で、しかも YouTube アカウントが削除されそうですみたいな、そんな予告もできないわけですからね。突然ですから。まあそう考えていくと、登れば登るほど落ちた時のダメージがね、大きいなというところなんで、たまにこうやって頭を冷やす瞬間があるのは、私としてはまあ学びになるかなというところでございます。まあ、それからね、YouTube のチャンネルを今年に入って始めた方もいると思うんですよ。例えば稼働部みたいなの私やりましたけども、じゃあそこで私がお伝えしてきたことが、じゃあもう一回ね、自分でできるのかどうかってことに、また挑戦できるなっていう楽しみもあるんですよね。あの子さん、思わぬリスクもありますよね、YouTube。そう、確かにね、YouTube って結局人のプラットフォーム使ってるんで、これはね、いつでも首根っこをつかまれてるようなもんなんですよ、うん。で、言いたいことを言えるのが YouTube っていう場所だったんですけども、それもだん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 ね、YouTube が一般化していくときに、言いたいことも抑えなくちゃいけなかったりとかね。今日も警告が来たんですけども、どんな警告かっていうとね、これはね、YouTube をご利用の皆さんになんですけども、この今ね、ウクライナを中心とした例の件を扱うことによってアクセスを集めることは進められてないんですよ。まあ、ですんで、あまりみだりにね、そのことを話題にすると、まあ、良くない情報が流れたりとか、プロパガンダになったりとかね、歪んだ情報が入り混じったりする。で、具体的に Google から連絡来たのは、今現在戦争が起きていなくてね、それは全部嘘なんだよみたいなこととか、もう込みで、なんかありもしないようなことを流したりとか、実際にあることも込みで、ウクライナに関しての事件というかね、戦争をネタにして収益化するのはダメですよってことなんですよね。うん、まあでも分かることは分かるなと、そういうのはね。はい、ノクさん、暗号通貨も私のところまで来ると、また儲かりすぎてしまったゆえのリスクもあります。また動画にします。うん。確かにね、儲かりすぎてしまったゆえのリスクってあるわけですよ。例えばね、ノックさんのことで言えば、結構資産が溜まってらっしゃると思いますので、今度防衛しなくちゃいけないっていうところがあったりとか、なんかひょっとしたらね、身近な人がよからぬことを考えていたりとかね、まあそういうの不安に襲われますよね。まさに、一つの国を運営してると、周りの国が攻めてくるんじゃないかなっていう不安にいつも怯えることによって、攻められそうだからこっちから攻めてしまうみたいな発想にもなっていくのが、なんか侵略国家のね、心理状態らしいんですけども、お金持ちの人も、いつ人に取られるかわからないっていうんで、なかなかね、気軽に外を歩けなかったり、信頼関係を人に持ったりとかね、飲み会に行けなくなっちゃったりとか、過度に自分の情報を出せなくなっちゃったりとかね、不自由になってくると思うんですよ。で、まあ私の場合はこうやってね、毎日、なんですかね、放送して、まあ多くの人との関わりを持ったり、実際にお会いしたりとかっていろいろありますんで、やっぱりそれなりに、防御しないといけないところあるかなと思うんですよ。その一つが、まあ、戦闘力をね、身につけるってことなんですよね。実際に格闘になっても、なんかね、やっていけるように自分の体を鍛えていかないといけないなとかね。それから、まあ、家族に対してのケアっていうのも最大限持っていかないといけないので、だから近所の方とすごく仲良くなっていくとかね。で、見知らぬ人が来たらすぐわかるわけですよ。私たちの住んでるところっていうのは。もう、なんか、隣同士、もう町内がみんな顔見知りですから家族みたいになってますからね。だからどこそこの誰々さんっていうね、まるでね、昭和30年代とか40年代の風景がそのまんま残ってる街ですから。だからちょっとね、知らない方が来たら、あの人は誰々の親戚よみたいな感じなんですよ。だからね、見慣れない車なんて一発でわかりますからね。不審な車なんてみんな集まりますんで。で、私がトランザムをその車検に出してる時に、白いセルシオを買ったわけなんですよ。そしたら、これ台車とか言って人集まってきてましたからね。いや、台車じゃなくて買ったんですよ。そしたら、みたいなね。何台買うんやみたいな。で、まあ、今度乗してみたいな感じで乗してあげたりとか、逆に私、近所の方の車を借りたりとかもね、
結構してますんで。なんか町全体で共有財産みたいな感じなんですよ。で、どこそこの、庭にちょっと雑草が生えて、屋根濃いからねって、めんどくさいからねっていう時には、あ、じゃあ狩りに行ってあげるよみたいな感じで、誰からともなく集まったりとかね、別に町内会活動とかではなくて、本当近所付き合いの中で、まるで人の家の庭も自分の家の庭みたいな感じですよね。なんかそういう一体感はあるかなってことですね。はい。一番怖いのは国ですね。合法的に取りに来る。これはね、ありますよね。やっぱね、なんですか、オリガルヒみたいなね、新興財閥ってのありますけども、日本ではそれがすごく作りにくいですよね。新しい金持ちってのはできにくいです。ビジネスをして一発当てても、三崎優太さんみたいにね、なんか上げられちゃったりとか、古くは堀江貴文さんみたいにね、無理やり、収監されたりとかありますんでね。いや、すごいですよね、国家権力っていうのはね。責任を取る人間がいないけども、国民には、強制的な執行が及ぶということでございますね。はい。で、不安の正体ね、皆さん多くの不安を抱えてると思いますけども、先ほどお話したように、過去の経験から、あ、今回もこうなるかもしれないっていうふうに、なんか以前あったから今回もこうみたいなね、過去から来る不安っていうのもあると思うんですけども、未来から来る不安っていうのもあるんですよ。将来こうなるかもしれないっていうことで、もしかしたら食料危機になるかもしれないし、このね、ウクライナで起きてる戦火が広がって、もしかして日本にもみたいなことで、将来的な不安を抱えちゃったりもするんですよ。で、この不安に私たちが敏感なのは、ある意味生存本能なんで正しいんですよね。朝起きた時に、今日飯が食えるかなとかね、寝る前に誰かが攻めてくるんじゃないかなっていう不安を抱えながら、動物たち、そして人間たちはずっと生きてきました。そして生き残ってきた私たちからこそ、何に警戒心を持ったら生き残れるのかってことを知ってるわけなんですよね。ですので、テレビのワイドショーとか、朝、ニュースでも、不安なニュースばっかりが飛び込んでくるわけですよ。人が幸せになりました、いいことがありましたっていうニュースは、どっちかっていうと後ろの方なんですよね。例えばスポーツで、この前もあれでしょ、完全試合を達成した選手がいたわけでしょ。なんかその、何十年ぶりかとかね、何十ヶ月ぶりとかになってましたけども、まあ、完全試合ってのは、ピッチャーが誰一人としても塁に出さなかったみたいな、本当にね、すごい漫画の中でもなかなか出てこないようなミラクルなんですけども、さすがに私もね、かつて野球やってたものとして、自分が生きてる間に完全試合のニュースを見るなんて、すごいなと思いましたよ。特にそれだけなんですけどね。だからといって、感動したりお祝いしたりとかはないんですけども、そのぐらい関心がない私にとってもビッグニュースだなと思ったんですけども、そういうニュースっていうのは表に出にくいわけですよ、実は。ニュースのトップにあるのは、不安を煽るもの、危機を知らせるもの、やばいよとかね、誰かが傷ついたよとか、誰かが嫌な目にあってるよってものは、私たち敏感なんですよね。で、それは話題にしやすいわけなんですよ。悪事千里を走ると言いますけども、やっぱり不安なものっていうのはね、悪いニュースっていうのは広まりやすいんですよ。で、いいニュースっていうのは止まりやすいんですよ。で、人ってのは妬みがあるんで、人のいい話ってなるべくね、広めたくないっていう心理が働くんですよね。で、私も常々言ってますけども、思い出していただきたいんですけども、儲かる話とかいい話っていうのは自分で止めるんじゃなくて、情報発信していって一人でも多くの方に知らせていきましょうっていうふうに呼びかけてると思いますけども、なかなかこれがね、進まないんですよ。不安なニュースは広めましょうって言わなくても広がっていくんですよ。でもいいニュースってなぜかね、自分のところで止めちゃうんですよ。例えば、みんなの銀行っていうのがありますよね。みんなの銀行ってアプリ、私は本当にこんな奇跡のアプリだと思いますよ。お金が入ってくるわけですから。でもこの情報っていうのを毎日広めてる方はいないですよね。毎日広めてるのは、私ぐらいのもんですよ。で、ちなみに今日は、6000円入ってました。6000円。6000円入ってるじゃないか。移動しとこう。だからね、いいニュースは広めた人にはこうやって報酬が入るように仕組みができてると思うんですよ。ただ残念なことに、悪いニュースを広めた人はもっと儲かるようになってるんですよ。だからね、悪いニュースを広めたら儲からないようにした方がいいんじゃないかなと思いますけども、でも逆に悪いニュースが広まりやすいから私たちはリスクヘッジができるってこともあるんですよね。お、関係おじさん、おはようございます。いや、今日はね、いや、本当にサブチャンネルからの放送なんですけども、おおむねいつものメンバーが揃っていただいて本当に感動でございます。ありがとうございます。ちなみに私の部屋の後ろ、ボールプールができてるでしょ。もう大和くんのためにこのボールプール作っちゃいました。でかいです、このプールは。もう部屋一面が埋まってますよね。部屋半分ぐらいですけどね。私の体がすっぽり入りますからね、これね。まあ、大喜びでしたよ、大和くんも。ということでね、今日のまとめになりますけども、
不安はどこから来るのか。それは過去にいろんなトラブルが巻き起こりましたっていう過去を覚えてるからこそ、今回もこうなるんじゃないかなっていうふうなね、こういったいわゆるトラウマみたいなのが過去から来て現在に不安をもたらすってことが一つあります。そしてあとはね、未来から来る不安です。将来銀行のお金がなくなるかもしれない、将来あの人が自分を攻撃してくるかもしれない、将来食料危機が起きて自分が食べられなくなるかもしれない、だから備えておこうっていうふうに考えておくんですよね。つまり昔こういうことがあったから二度と同じつては踏まないように備えておこう、未来にこういうことが起きそうだから、だからそうならないように備えておこうということで、不安の正体っていうのは実はですね、自分の動機づけなんですよね。やばいなと思うからこそ行動するんですよ。このままだったら老後寂しくなるかもしれない、金がなくなっちゃってもう我慢我慢のね日々かもしれない、あとは誰かからね攻撃されて滅多打ちにされるかもしれない、だから体を鍛えておこう、だからお金を持っておこう、だから人とつながっていい関係を作っておこうっていうふうに、いわゆる投資をするわけなんですよね。人間関係の投資とかね、それからお金を増やすための労働とか、まさに投資活動としての投資とかで、あとは思考の投資ですよね。知恵で乗り切るためにはどうすればいいかなっていう、ね、思考の投資とかね、さまざまなものを私たちは今日現在ってものを使って過去とか未来に対して備えているんではないかなと思うんですよね。はい、ノクさん、久保さんファンクラブ、人は離れない、いや本当にありがたいと思いますよ。ノクさんね、なんて言いますかね、いやそれがね本当に感動です。YouTube でずっと放送を続けてるじゃないですか。そうなると YouTube がいきなりアカウントバンされても多分検索からたどり着いてくれる方とかいると思いますし、すでにこのサブチャンネルの存在を知ってくださってる方もいますし、おかげさまで、速稼塾っていうこのコミュニティを持っていると、皆さんのメールアドレスの中に直接更新情報を届けることができますので、 YouTube チャンネルに関わらずアクセスはねお互いにできると思うんですよ。いやそれがね私のね本当にありがたい財産であり資産かなと思います。で皆さんとねお会いした時のこともしっかりとこう心に残ってますし、記録もありますし、動画もなんだったらありますね。いろんな方とコラボさせてもらったりとか、動画のやり取りする中で私のアカウントがなくなっても、例えばノクさんの方に私のねやり取りの動画が半分残ってるわけですから、それは非常にありがたい財産だなと思います。それもね、言ってみればリスクヘッジなのかもしれないですよね。こう動画のやり取りをするってことは、必ず動画の返信がなかったらどうしたのかなって思っていただけることだと思うんで、何かあったに違いないっていうふうに、ね、考えていただいたりとかね、すると思うんですよ。この前も相川さんと松潤さんとの動画のやり取りがあって、なんか松潤さんからの返信が途絶えた時があって、その時に相川さんがあれどうしたのかなっていうふうに気にしたと思うんですよね。でそれがだから忘れられていない存在だっていうことなんで、もうお互いウィンウィンなんじゃないかなと思うんですよ。そこには必ずしもどっちかが儲けたりとか両方で儲けたりっていう、その金銭的な利益っていうのの追求がなくったってできるわけなんですよね。お互いを励ましていこうとか、お互いを大切にしていこうみたいな。やっぱりそういう意味では、こうやって今日もアクセスしていただいている方にね、最大限の情報としてのお返しができないかなと私もね、日々思うわけなんですよ。で、ですからね、今、新しいチャンネル、今までの1万4000人のチャンネルがもしね、急になくなったとしても、私はね、サブチャンネルを中心とした情報発信にまた再度集まってくださる方、で、少数になると思いますけども、そういった方に対してね、少なくなった分濃い恩返しができるんじゃないかなと思うんで、なんか久保哲郎第二フェーズみたいなね、50からの久保哲郎がね、この本当の隠居 TV が始められるんじゃないかなと思って、逆にワクワクしてますね。嫌われたかと思いました。思っちゃいますよね、だからね。だからそこなんですよ。だから、このまま返信をしなかったら、なんか嫌われたと思っちゃいけないから返信しようみたいな、そんなね、心理状態が働くんで、必ず返信が来るんだと思うんですよ。あとそうですね。相川さんの方から松潤さんのチャンネルが見えると思いますので、だからそこでね、なんかつながりは持っていけるのかなと思います。まあ、ですんでね、相川さんも情報発信されてますけども、アクセスが少なければ少ないほど濃い関係ができますし、お互いを本当におもんぱかることができると思うんですよ。で、それが一つの財産ですよね。人数が増えるとね、もうフォローアップができないわけですよ。で、私もだからね、8000人を超えたあたりから、もう返信ができなくなったり、コメントに対してもハートマークすらつけられなくなっちゃったんですよね。まあ、それはもう本当に増えれば増えるほどフォローアップができませんので、なんかこういったあれですけどもね、なんかこう、レスポンスをいただける方中心になってくるわけなんですよね。
はい。清美さん。つながりは絶対に切れたりしないし、皆さん必ず探して付きまとってくる。私もずっと。恐縮です。ありがとうございます。ですからね、これから私がね、この、隠居 TV のメインチャンネルがありますけども、これはもうね、今後なくなったものと思って、やっていこうかと思うんですよ。いつ、こうね、終わりって言われても大丈夫なように、YouTube に、はい、もうこのアカウントはダメですって言われてもいいように、心づもりをしていこうかなと思いますし、それからね、やっぱりこう、情報発信とかね、皆様とのつながり方も、ちょっとこう、YouTube 一本足じゃなくてね、考えていかないといけないなと。まあでもそういった時に私は速稼塾っていう、そのね、コミュニティを中心にして繋がってるんで、仮に YouTube がアウトになっても、情報を送り続けることができると思うんですよね、皆さんに。もちろん、新規さんっていうのはこれから激減すると思いますし、もうね、この5年間っていうのはそんなに新規さんがバンバン入ってくるような5年間じゃなくて、むしろその前の5年間はね、日々新規さんだったんでね、新しい方との出会いがもう急速に伸びたところだったんですけども、ここら辺はそうですね、速稼塾のセールスっていうのも年に1回ぐらいしかしなくなりましたしね。まあ、ことさらに、速稼塾ですよっていうよりも、隠居 TV っていう形にしましたんでね。まさに、隠居みたいな。付きまとうっていうのがいいですね。お互い、ストーキングしていきましょう。ノクさんもなんかその、あ、そう、ノクさん、あれですよ。これ、帝国データバンクからね、メッセージが来ましたんで、ちょっとこれも、Jコスメ情報を流していきたいなと思いますけども、Jコスメの情報もね、結局はその、活動を止めて2年とか以上になりますけども、私ずっとリサーチしてずっと発信してるんですよね。少なくとも月に2、3回はね、新しいネタを皆さんに提供してると思うんですよ。で、今、その、最新版のJコスメの情報では、なんかもう、再始動するよみたいなね、話になってるんですよね。まあ、去年もそんなこと言ってましたんで、もしかしたら違うかもしれませんけど。まあ、なんか動いてるなってことはわかりますね。はい。まとわりつくのもいいですよね。まあ、J も応援していきましょう。ね、うまくいった方がいいですもんね。うん、で、会社ってのは、事業ってのは、良かったり悪かったりするし、まあ、なんかね。まあね、苦しい時こそ、応援していきましょう。はい、じゃあ今日はそんなところですかね。まあ、とにもかくにも不安の正体ですけども、それは私たちの生存本能なんでしょうね。怖いこととか危ないこととかに敏感であって、そういうものを早く広めていきたいっていうのは、みんなで生き残ろうっていうふうな本能の表れなんでしょうね、きっとね。で、その逆に、いいことってのは広まりにくいんですよね。いいことってのは、なんかこう、こっぱずかしいんでしょうかね。こんな素敵な話があったよっていうのはね。まあでも、人を励ましたり、勇気づけたり、なんか癒したりすることってのは、やっぱりこう広めていきたいなと思います。不安なことを広めるのも、リスクエッジっていう意味では大事なんですけども、いいことを広めて、希望を持っていただいたりとかね、楽しくなってもらったりとかするってことはね、していければなと思いますよね。まあその一助にこの放送はなればと思っております。はい。じゃあ、私から以上ですね。不安の正体でございました。今日2日目なんで、あと12日か。メインチャンネルに戻っていけるのはあと12日。しかし、メインチャンネルのアカウント番は7月11日まで何もなければってことなんですよね。前回警告があってね、本当にね、あと4日ぐらいで、それが、またクリアになるところだったんですけどね、本当痛いですね。この4、5日で、そうならなかったのは。はい。じゃあ今日もありがとうございました。今日も来ていただいた方、相川さん、清美さん、浩二さん、ノクさんに、しげみさんと、その他の皆様でございました。はい。コメントをつけていただきました。本当にありがとうございます。それでは、速稼塾、というか、隠居 TV ですね。本当の隠居 TV、これからもね、50代から生きる術を表現していきたいと思います。よろしくお願いします。いってらっしゃい。コメントを書き足すような方いないかな？あ、環境おじさん、ありがとうございました。